やるっきゃねえよな。グリフィスに会ったあの日から全てが変わった。私は今でも長い夢を見続けているような気がする。あの人の隣にいたい。あの人の夢を成し遂げるために欠かせないものになりたい。その願いが叶えられると信じていた。信じることができた。あの日お前が現れるまでは。覚えているか、あの日あの丘の上でグリフィスがお前にかけた言葉。お前が欲しいんだ、ガッツ。グリフィスは誰にもあんなこと言いはしなかった。今まで誰にも。なぜだ。どうしてお前でなければならないんだ。どうして私があの人の剣になりたかったのに。そうか、それがお前の夢か。追ってだ。のんびりしてる暇はねえな。もうくたばってんじゃねえのか。死体でも報奨金は出すってよ。奴らの野営地だ。正面突破は無理だな。騒がれる前に倒すしかねえな。話だぜ。女ってのはよ、どう考えたって向いてねえ戦にはよ。お前に何がわかる。わかるわけねえだろ、男なんだ。わかってんのはよ、お前の女の都合で足止め食うわけにはいかねえってことだ。お前が女だろうがどうだろうが敵さんには関係ねえんだぜ。片付いてる。見つけたぞ小僧、かかれ。よう、あんたも元気そうだな、おっさん。貴様はただでは殺さんぞ。我が小ボロいつけ200年にわたり伝えられし拷問術、悶絶100年殺しで、この世の地獄をたっぷり見せてくれるわ。女はこの場で傭兵どもの餌にしてやる。ギャスか、行けそうか。これ以上貴様の世話にはならん。上等。どうやらその女をかばって受けたヤキズ、まだ癒えてはいないようだな。
おい、俺がチャンスを作る。そしたら一気に駆け抜けろ。あ、でもそれじゃ。今だ、キャスカ走れ。おのれ、逃がすな。女は俺がいただくぜ。鞘に収まるもんだろう。帰んな、剣の主のもとへ。グリフィスのところへよ。Oh!
仲間を連れて必ず戻る。それまで死ぬな。バカが、この人数を相手に戦い切れると思うのか。勢の半数までも、これはまぐれではない。うわなに、まだそんなに残ってんのか。お前の頭かち割る頃には用が明けちまってるな。ひるむな。奴は立っているのがやっとだ。一気に畳み込め。何やってんだよ俺は。こんなくだらねえところで命あって、今あるのはどう切るか、どう殺すか、それだけ。それすらいずれ頭の中から消え去る。そして心臓の鼓動だけに。何をもたもたしとるか。このアドン様が相手してくれるわ。Ha!
ガッツ、その怪我は大丈夫か？気にすることはねえよ。お前がやってることに比べりゃ俺が切り合うなんざ大したことじゃねえんだ。それはどういう？お前もグリフィスもそうさ。生きてることを丸々かけちまうほどのもんを持ってる。だがよ、俺が行き当たりばったりで100人と切り合おうが1000人と切り合おうが大したこっちゃねえと思うんだ。ここの連中は吹けば消えそうな小さな夢を持ち寄ってグリフィスっていうでっけえ炎に投げ込むんだ。でもな、ここに俺の火はねえ。俺はそのかがり火にちょいと温まってフラッと立ち寄っただけなのかもしれねえ。ガッツ、俺は物心ついた時には戦場にいた。俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外何も教えちゃくれなかった。死にたくねえって理由だけで、こいつを振り回すことしか知らねえってだけで俺は戦をやってきたんだ。そして何より一番肝心な戦うわけってやつを俺はいつも他人に預けようとしてたのかもしれねえ。ガッツ、お前、あ、お前、まさか鷹の段をやめるつもりじゃ。キャスカ、お前に話しておこうと思ってさ。お前たちを探しに捜索隊を出すようグリフィスに進言しに行った時、周りの貴族たちがなんやかやと随分反対したんだ。でもグリフィスは言ったぜ、きっぱりと。あの二人は鷹の段の要です。失うわけにはいかない。グリフィスが？ああ、大したもんだよ。あいつにそこまで言わせるんだから。正直少し焼けた。それからこれ、百人斬りの大将に塗ってやんな。粉、薬？俺がその昔働いていた旅芸人の一座に一匹のエルフがいてね、そいつがまた気のいいやつでさ、俺が事故で大怪我をした時にそれをくれたんだ。エルフの粉。エルフ？まさか。ほんとさ。ま、今のご時世信じてるやつも少ないけどいるんよ。ほんと信じようと信じまいとどっちでもいいけど、ただその粉の効き目は折り紙付きだぜ。俺は戦場でもそれで何度か命を拾ってる。そいつで最後なんだけど。そんな大切なものを。いいって。薬一袋で100人の兵隊が手に入ると思えば随分と安い買い物だぜ。ありがとう、ジュド。なんか急に塩らしくなっちゃって。ガッツが鷹の段に入団する前のこと、数えきれないほどの戦死者の中でグリフィスは名も知らぬ兵卒見習いの少年の亡骸を見つめていた。戦場におもちゃか。よっぽど騎士に憧れていたんだろうな。こいつのことはよく覚えている。まるで物語の主人公でも見るような目で俺を見つめていた。こいつは幸せだったろうか。夢の途中で夢を見ながら行けたのだろうか。それとも死は夢の終わり、絶望だったのか。この子を殺したのは俺の夢なのかもしれない。かける言葉が見つからなかった。
その時からグリフィスが少しずつ違って見え始めた。ある夜、グリフィスがゲノンと共にいるところを目撃してしまった。どうしてグリフィスがあんな奴と。金だよ。え？軍隊というのはただそれだけでも金を食う。鷹の段はこれからまだまだ大きくなる。そのためにも必要なのさ、莫大な軍資金が。あの老人はどうやらこの俺がお気に召したようだし、俺は彼の財産に興味があった。利害が一致したってことさ。だからって、そんな。戦場に出るということはそれだけ多くの部下を失うということだ。グリフィス、もしかしてあの子のことで。違うよ。俺は合理的に考えたまでさ。戦場に出て部下を失うことと老人一人たらし込むのと、どちらのリスクが少ないか。俺はね、キャスカ、俺の采配で命を落とした仲間たちに何ら責任を感じてはいないよ。でももしあいつらのために、死者たちのために、俺に何かしてやれることがあるとしたら、それは勝つこと。あいつらが命を懸けてまでしがみついた俺の夢を成し遂げるために勝ち続けることだ。俺の夢はあいつらの屍の上に立つことでしか実現できない。所詮血塗られた夢だ。そのことで後悔や後ろめたさはない。だが何百何千の命を懸けながら自分だけは汚れずにいられるほど、それほど俺の欲しいものはたやすく手に入るものではないんだ。グリフィスは強かったんじゃない。強くなければならないんだ。